俺はオールなんて半年早いんだよこれ。ひんひだする。はい、みんなお疲れです。私がエンタメの神です。ノーキンライダーさんです。元ブログ界のエンタメの神ですね。今日はこれからね、バイク乗りの聖地とも呼ばれる場所、東京随一のツーリングスポットの奥多摩周遊道路に行こうと思うぞ。都心からだいたい 1,2 時間ぐらいで行けるんで、休日になるとたくさんのライダーが集まる場所になってるみたいね。もともと奥多摩周遊道路って有料自動車専用道路だったんだけど、1990年に無料開放されたんだよね。奥多摩道路はもともとが有料だっただけに、信号はないし、道は整備されてるし、道幅も広いし、テクニカルのワインディングも素晴らしいし、車もそこまで多くないから気持ちよく走れるんで大好き大好き大好き。道志道とかと違って生活道路として使ってる人そこまで多くないから、混んでることはほとんどなくて、そのせいで昔からやたらむやみにぶっ飛ばす人が後を見さなくて、車とかバイクの事故は頻繁に起きてんだよね。特にバイク事故が結構多くて、それが原因で10年ぐらい前にバイクだけ1年以上通行禁止になったんだよね。普通にツーリングを楽しみたいライダーとか近隣住民からするとえらい迷惑千番な話で、最近も集団でサーキット走行かまして、短期間で死亡事故を何件も起こして、結果的に二輪通行規制だったからね。さらにパトカーを後ろから煽ったり妨害行為をしたりと、警察をぶち切りさせて結局バイクだけ規制張られるっていうね。もうほんとさ、おめえらディープキスしたのか。警察煽ったやつ全員ディープキスの刑な。はい、ということでいい感じに話が閉まったということで、奥多摩道路は東京西の外れにあって、東京とはとても思えないほどの秘境で、もう群馬県って言われても納得できるレベル。あ、別に群馬県ディスってるわけじゃないからね。自然豊かで空気も美味しいなって意味だから。奥多摩道路自体山奥にあるんで、もし事故ったら病院に搬送されるまで2時間はかかります。実際に怪我をしますと病院に搬送されるまで約2時間かかりますって看板も設置されてるからね。だからもし事故ったらしばらくの間苦しむことになるから、苦しんで死にたくないやつは安全に走るってことだね。ちなみに土日とか休日になると取り締まりがよく行われてるから気をつけてね。いや、ほんとここら辺は自然豊かでいいとこっすね。本当に自然最高でーす。ここはね、道の広い道路でテクニカルのワインディングが延々と続く、ライダーにとっては最高の道なんだけど、そのせいでめちゃくちゃハイスピードでかっ飛ばすやつが多いのよ。だから今日ももしかしたら後ろからゴリゴリに煽られると思うんで、奥多摩道路来たー。はい、こんな感じでね、道はめっちゃ綺麗なんよね。制限速度がかなり低めに設定されてるんで、気をつけて運転していこうと思います。いや、走ってて思うんだけど、奥多摩周遊道路って綺麗に整備されてて、道も広いから特に突っ込みどころねえんだよな。小丸峠とかヤビス峠なんてあそこ突っ込みどころしかないじゃん。デコボコの道に所々陥没してたり、苔とか枯葉散乱してたり、さらにカーブミラーはあさっての方向を向いてたり、経年劣化しててそもそもミラー自体が見えなかったり、それらの道とはもう運転の差よねこれ。走りやすすぎて喋ることねえ。まあ、ぶっ飛ばしたら危険なんだろうけど、普通に走る分には特に何もねえな。例えるなら高速コーナーが少ない伊豆スカイラインって感じやね。奥多摩周遊道路怖いっていう人結構いるけど、まあ単純に飛ばしすぎなんじゃね。飛ばさなければ別に怖いことは何もないけどね。ただ怖いことといったら、ここって後ろからの煽られ率が他と比べるとめちゃくちゃ多いんよね。結局奥多摩周遊道路って言ったらスポーツ走行を目的に来る人が7割ぐらいいると思うから、まあ俺の体感ね、まあ、だから観光目的でここに来る人は気をつけてね。いや、ほんと走ってて最高に気持ちいい道だわ。ここまで気持ちよく走れる道路ないんじゃね。知らねえけど、関東の峠道ではダントツで開放できる最高の道やね。逆に奥多摩道路以上の道があったら教えてほしいぐらい。はい、もうそろそろね、都民の森と呼ばれるライダーがよく集まるスポットに到着します。まだ俺一回も寄ったことないんで、とりあえず行ってみようか。ここはなんかカレーパンが有名らしいんだよね。小さい売店がありました。これが噂のカレーパンです。味は揚げたてのコンビニのカレーパンといった感じです。はい、それでは引き続き行ってみようと思います。待たせたな。あれはもしや宮崎容疑者のスポーツカーか。なかなかのスピードでくっついてくるじゃん。どうすかな、先に行ってもらおうにもここらずっとカーブの連続だし、角行ってぎったりくっつかれるのもあれなんで、ちょっと直線出るまで無理ない程度に逃げてみましょうか。俺はオールなんて半年早いんだよこれ。ひんひだする。俺のバイクについてる R のマークは不外神話の R だ。俺の R についてこれるか。ひんみぞ落とし。あれ全然売り切れねえ。なかなか俺のミラーからアウトオブ眼中しねえなっとったれ。1万1000回転まできっちり回してやがる。逃げます。はい、コーナー何個か曲がったところで秒速で譲りました。まあ無理すると危ないんでね、さっさと譲った方がいいね。別に俺は走り屋じゃねえし。はい、とまあこんな感じでね、平日の奥多摩は今でも走り屋が多いんで、マイペースで走ると煽られちゃうんで気をつけてね。早速俺の後ろに速いライダーさんが来たね。あんまり走行の邪魔したらあれやんで、早速俺の操作系の念能力を見せてあげよう。デストレートハンド。
俺を抜かして前に出る。そして左手を上げよう。はい、これが俺の念能力、ゴッドライトハンドです。まさに神の能力。俺が命令すればどんな融通の利かないおっさんでも走行中にパンツも脱ぐぐらい強制力のある念能力よ。俺何言ってんだろう。あいもう奥多摩周遊道路も終盤に立ち上がってきたね。ちなみに奥多摩周遊道路の終点付近に奥多摩ロープウェイっていう廃墟スポットもあるんで、そこも一応紹介しとこうかな。普通に走ってたら絶対に気づかねえような RPG ゲームの隠しステージ的な場所で、1966年の東京オリンピックの時に営業開始されて、その4年後に経営不振で閉鎖されたみたいだね。使われなくなってからもう50年もの間放置されてる廃墟らしいんで、せっかくだから今回行ってみようと思います。ちなみになんとか気づいてる人もいるかもだけど、ゴリッゴリの心霊スポットでございます。一説によると奥多摩道路で事故死男性の幽霊とか、ゴンドラの中に半裸の女性の幽霊が出るという話です。いや、なんか怖そうだな。ということで今回は女性の幽霊の方に会いに行きましょう。このチャンネル見てる人も9割以上が男性で、その大半が変態だと思うんで、なんか半裸の女性だからね。一重に女性って言っても美女とは限らんからな。半裸のドブスだったり、半裸のローバーだったり、いろんなパターンが考えられるからね。そうなったら有害コンテンツに認定されるから全カットします。まあ、それでなんでそんな廃墟が今でも取り壊されずに残ってるのかというと、どうやら土地や施設を所有していた会社と責任者が全員行方不明になってしまったんだそうで、怖えな。おい、はい、そんな感じでそろそろ目的地に到着します。やべえ、階段めっちゃ急。行ってみましょう。やべえな。あ、疲れた。日本ケーブル株式会社、すげえな、ホラー映画撮れそうだね。ここで駅員が切符来てたんだろうね。階段を降りるとゴンドラ発見。中はこんな感じだね。ほう、落書きだらけやね。ゴンドラの正面からは荘厳な奥多摩湖が見られます。ここのロープウェイから奥多摩湖の向こう側に行けるっぽいね。ここ機械室やね。ほんとそのまんま残ってるよ。俺50年前の遺構がずっと残ってんだもんね。ここに、こっちなんだ、こっちトイレやね。しかもボットン便所、トイレも全部もう壊されてるね。はい、ということで、なんだろ、奥多摩道路ぐらい綺麗に整備されてるとコメントに困るね。どっちかって言ったら奥多摩道路の紹介というより奥多摩道路を走ってる人の紹介になったみたいな。まあ気持ちよく走れる素晴らしい道路ですとしか言えねえわ。まあ道自体は文句一つも出ないくらい素晴らしいツーリングスポットだったわ。公道のサーキットと呼ばれるくらい飛ばしたくなる気持ちもわからんでもないけどね。こういう感じで平日の奥多摩には気をつけろってことぐらいですかね。はい、じゃあそろそろ終わります。グッドボタン押してくれるとモチベになるんで、みんなよろしく頼みます。ツイッターもインスタもやってるんでフォローしてね。はい、それではお疲れです。